こちらが研究機味ホモミクサー 2M の1型です。1リットルの処理ができる装置になります。操作はこのタッチパネルから行い、今モニターにはホモミクサー、パドルミクサー、容器内温度の表示がされています。それぞれの装置を動かせるようになっていまして、まずホモミクサーを動かすときはこちらで回転数を設定した後、静転ボタンを押します。容器の下には加熱・冷却ができるウォーターバスがついています。ウォーターバスにつきましては、こちらのつまみで温度を調整することができます。では実際に動かしてみましょう。まずウォーターバスを上げた状態でホモミクサーの運転ボタンを押すと、ホモミクサーが回ります。同時にパドルミクサーの運転ボタンを押すと同じように動きます。このウォーターバスを下げると、中がガラス容器になっているので攪拌中の液の動きを観察することができます。パドルミクサーの停止ボタン、ホモミクサーの停止ボタンを押すと止まります。味ホモミクサーの特徴は分解が非常に楽なところで、実際に容器を外すときはまずこちらのクランプを外し、この側面をかき取る樹脂はワンタッチで外せます。底のスクレーパーもワンタッチで外せるようになっています。このように分解・洗浄が非常に楽な構造になっています。